喋る前にありがとう挨拶してくれて。というわけでジョージには元気いっぱい踊ります。翼ごめん業務連絡。俺線ついた。線つきになりました。あ、すいません、そんな話かどうでもいいです。行きます。ジョージには元気いっぱい踊ります。行くよ。入山。始まりました犬山フォーエイトの小さな犬山情報コーナー。本日お話しするのは犬山峠祭についてお話しましょう。今年第16回を迎えました犬山峠祭、もともとは駅の東側にも祭りを作りたいというおじさんたちの夢でした。そこにジョーが乗っかって、北海道の前の週にやるようになったお祭りが犬山峠祭。さあ皆さん、犬山峠祭始まりました。楽しんでください。祭りの時間、皆さん最後までお楽しみください。皆様ありがとうございました。